あのね、もうすぐ飛田神社お祭りだ。幼稚園の時怪獣救った。お店いっぱい来る。おばばとか材木人間来た。今年食っかな。すっげー楽しみ。まあいい、浴衣着る。すっげー可愛いと思う。もう、秘密は秘密だよ。ダメ。わあ、マイバイト遅れちゃう。走んなきゃ。秘密だ。あのね、タマちゃんね、さっきからすごいの。タ！やっ。寝てるよ、むにゃむにゃ。キキ、まあいい、バカになっちゃうかもね。ムカつく。じゃあ、エッチなことされたってみんな言いふらす。キキキ、あのね、お店ね、今ね、乗っ取りされそうなってる。それってね、志麻さん、こっそりやってんだって。店長さんも、加藤さんも乗っ取り全然知らない。泥
マみたいですっげえ面白い。だってさ、シマさんすごい大きい車乗ってる。会社茶色と紫でね、虎の毛皮敷いてた。いっぱいお金欲しいんだって。すっげえ大人って面白い。タマちゃん勉強進んでる？色ぼけタマはベタベタだからそれどころじゃないって。あのね、タマちゃんね。ジム、秘密。タマはこの頃ね、ハルさん、秘密中だって。はるかちゃん、いいの？あのな、こいつ、私と地下にあんたの話しかしなくなった。一日中そんな話ばっか。もう完璧に色ぼけ。ガム、ハルさん意地悪だ。タマちゃん、お母さんなんて言ってた？あのね、期末よかったらいいって。じゃあ頑張んなきゃダメだろ。もう大丈夫だよ、きっと。油断タマ。ハルさん、さっきから意地悪だ。ひがみタマ。タマちゃんさ、もう話したの？まだ。なんで？だって、やだって言われたら。そんなことないよ。臆病タマ。じゃあ、チカが話していい？やだ。まあいい、自分で言いたい。わがままタマ。もう、ハルさんさっきからうるさい。不満タマ。じゃあタマちゃん、今言えば？怖い。臆病タマってさっき言ったな。タマちゃん、言っちゃいなよ。いい？タマちゃん、頑張って。あのね、テストね、終わったらね。タマちゃん、どうしたの？やっぱ怖い。バカタマ。あのね、ハルさんね、しつこい。マイだってね、怒るんだよ。怒りタマ。タマちゃん、はるかちゃんはいいから元気出して。元気タマ。あのね、期末の後にね、開校記念日あるじゃない。で、連休でしょ。だからね、タマちゃん、あとタマちゃん行って。もう、テスト終わる。連休、まあいい、お母さん話す。海、青い、もう。タマちゃん、めちゃめちゃになってるよ。ああ、もうめんどくせ。あのさ、連休に旅行行こうと思ってるわけ。でね、女だけだと心配だから、ついてきてくんないって言いたいんだ、このバカ玉は。まあね。タマちゃんのね、お母さんもね、一緒だったら心配ないからって言ってくれたんだって。なんていうのかな、それにさ、女だけだと鬱陶しいんだよね。
その気もないのにベタベタしてくるやつとかいるから。そろそろバイトの時間だよ。またタマはぐずってんのか。もうやなの、なんにもしたくない。タマちゃん、子供みたいだよ。ああ、チカ知らなかったんだ。タマ幼稚園児。ハルさん嫌い。しょうがねえな。あのな、タマ、本当？知らないよ。タマがどうだって関係ないしね。それでね、バイト終わったら迎え来てほしいな。ああ、男が冷める理由のトップはわがままだけが理由でぐずるって雑誌に載ってたぞってね。色ボケだろ。タマちゃんって可愛いよね。キキ、チムだって可愛いじゃん。ハルカちゃんも浴衣着ればよかったのに。いや、ちょっとそういうのはね。え、なんで？ハルさんそしたらモテモテだ。いや、別に。まあいい、浴衣似合う？Thank you.
腹壊しちゃうよ。肥満玉。お祭りだからいいじゃん。食べるけど。あ、くじだくじ、引く引く。外れだ。飴もらった。射的する。全然当たんな。飴もらった。わあ、変な風船だ。もらったけどいらな。今度何する。何なんで。わあ、カメすくい。すくうすくう。はるかちゃん、今度何したい。アイドルくじだ。懐かしいな。あ、パルさん、前もそれする。カメ救うまで待って。うっせえな、まったく。お前だけのお祭りかっての。ブーブーブー、すごく悔しい。わけわからん。ブドウかっての。でも、はるかちゃんすごいよね。ちゃんとくじ当てるもんね。はるさん、ハムスターどうする。どうしよう。買うのもちょっとあれだしな。じゃさじゃさ、逃がしてやろ。そしたら大きくなって恩返しとかしてくれる。いや、それなら自分で買う。げー、つまんな。前ね、トウモロコシ美味しかったな。前ね、親戚の人がね、トウモロコシ送ってきてくれて美味しかったけど、お祭りのトウモロコシってちょっと違うって思うな。ハルさんさ、ハムスターどうすっかな。お母さんね、お祭りの生き物はあんまり長生きしないって言ってた。でもハルさんっていろんなことできるから、ハム中長生きするかも。あとね、あとね、ジムの浴衣ね、可愛いけど子供っぽい気した。ジム、ああいうの好きなのかな。髪いつもクリリーンってしてるし、あれ早起きしないとできないよね。きっと前はできないな、絶対。あのね、まあいい、考えたんだけど、やっぱ勉強苦手だと思うな。学校卒業したらテストとかない専門学校行って、ちょっとバイトしてお嫁さんとか簡単でいいかなとか思うわけ。何でしょ、でしょ、でしょ。なになに。もう、そっかな。大丈夫だよ、だって教えてもらってじゃん。やっぱやんなきゃダメなんだ。旅行行きたい。あ、うち
ちだ。もう、まあ、帰る。ちゃんたち、恥ずかしいから家の前でそれはよそうよ。ゲー、ガモ、なんでいる？邪魔だから帰ってくんな。姉ちゃん、もう寝れば？すっげー眠そうな顔してる。ませんね、姉ちゃんの散歩させてもらって。まあいい、プルテリアじゃない、ガモのくせに生意気。はいはい、じゃあおやすみなさい。ほら、姉ちゃんもちゃんと挨拶して。おやふみ。答えって何した？忘れた。はるかちゃん、問いにって答え何？4。よかった、なんか自信なかったの。まあいい、間違ったかもしんない。でもたまちゃん、なんかすごいね。何が？だってさ、タマちゃんとテストの話したことなかったもん。そうだっけ。まあ、タマとテストの話するだけ無駄だったし。ハルさん意地悪だ。将来のこととか考えてんの？マイだってバカじゃないから。いや、タマはバカだろ。私は保証するな。はるかちゃん、いいの、こういうバカ女はちゃんとしつけとかないと世間様が後で困るんだから。なんであんな
な点取れる？授業ちゃんと聞けって前言わなかったか？寝るな。向井さん、安田さん、あとドキドキ穂坂さんは放課後職員室へ来てください。補習の時間割を渡します。褒めなくていいよ、どうせまぐれなんだから。えへへ、まぐれでもいいんだもん。まあいい、そんなん気にしないもん。キキキキキ、ダメって言ってももう知らな。はい、みんな送ってくれた。まあいい、人気者だ。変な失敗すんなよな。キキ、関係ないね。ヒヒ。忘れ物した。勉強教えてくれてサンキュー。帰ろう、頭悪くなりそうだ。あら、ちょっと待ってね。舞子ね、昨日遅くまで起きてたからさっき起きたばっかりなの。今ね、顔洗ってる。お母さん、変なこと言わない。あ、おはようございます。あのですね、姉ちゃんすっげー楽しみにしてた。難しくってよくわからん。
笑ってる。なんで？あ、秘密された。なになに？失敗した。あのね、店長さんと加藤さんと島さんとみんないなくなった。それでね、新しい店長さん来た。頭つるーって。店長さんってつるーってしてなきゃダメ。コックさんね、当たりなった。カクさんとつっぱり。つっぱりね、金のチェーンとかしてっからダセーとか思った。それでね、バイトの子ね、二人来た。でもね、二人ともね、すぐ頭痛って休むから、まあいい、大忙しだ。なに？なになになに？黒くなった。なんでわかる？ああ、わかった。前のこと心配で見に来た。家の中だと適当だろ。姉ちゃん見てるからそういうの分かっちゃってるし。っていうから頭きてグーパンチした。
ちってなんないの？入れすぎたらぬるくなっちゃうじゃん。どうやって調べる？でもさ、あっち食ってやけどしたらどうする？でもさ、やけどしたら大変だよ。ヒリヒリってする。なんか嘘みたい。あのね、この前までね、テストばっかだった。でも一日中遊んだ。まあいい、こっちの方が好きだな。みんなテスト好きかと思った。勉強ばっかするし。そう思う。
のね。ジムもハルさんも来ないんだって。でね、二人で仲良くって。味わからん。まあいい、お風呂。わかんな、釣り知らな、魚釣れた。うん、行く行く。まあいいね、なんかすっげー楽しい気する。もう二人っきりだ。むふふ、チューするんだ。うん、まあいいって呼べ。あ、その呼び方ドキドキする。おはよう。
すぐ夏休みだよ。だよ。夏休み遊びに行こうね。行こう行こう。ねえねえ、旅行どうだったの？聞け、秘密。後で教えてね。後でね。聞き、遅刻する。一緒行こう。